では続きまして入山聡先生にお願いいたします研究シーズ鍵管理の必要ない低コスト高セキュリティ認証システムの開発についてご紹介いただきます入山先生、はい、スライドのご準備お願いいたします、はい、入山先生は量子生命情報研究センターの研究員を経て現在は東京理科大学の准教授を務めていらっしゃいます ご専門は量子アルゴリズムや暗号理論といった分野を主たる研究領域とされています入山先生ご準備よろしいでしょうかはい、はい、よろしくお願いいたしますではよろしくお願いいたしますはい、えー、東京理科大学の入山と申します本日は鍵管理の必要ない低コスト高セキュリティ認証システムの開発という題目で発表させていただきますよろしくお願いいたします えとまず、何ですかこれはということでえとご紹介、ご説明いたしますけれども、やってることはあのデジタルの世界での認証の方法をまあよりセキュアかつ利便性の高いものとしてえ作ったということでございます。従来あのいろんな 今、アプリケーションというのはウェブアプリ化されておりましてい、いろいろとクラウドを通してユーザーに提供されているという状況が非常に増えてまいりましたけれども、ユーザーのまあ個人情報とか、いろいろまあ機密性の高い重要な情報というのは、やっぱりなかなかクラウドに流すこともセキュリティ等の問題で難しいというのが現状でございまして、これがあの左の方の図で。 で今回我々がやってる技術を導入しますとこれらの重要データっていうのも全部クラウドサーバーに上げられて共有ができますというところで何が違うかと言いますとサーバーの方で秘得計算という技術を用いましていろんなデータというものを暗号化したまま処理できるような、まあ、システムを開発しております。ということであのサーバーの方ではあの 従来はいろいろサーバーの中では全部見れてしまうと、秘密の鍵、通信の時に暗号化して送っていて、サーバーの方でやっぱり複合化していろいろ処理を行って、またその結果をユーザーの方にあのアプリの方には暗号化して送り返すというような状況でしたけれども、サーバーの方に鍵を投げないという、鍵を渡さないというシステムでございます。 でこのことによって、サーバーで、えー、暗号文のまま処理を行って、でまたすべて暗号化されたままアプリに戻ると、そういったシステムでございます。で新しい暗号方式というわけではなくて、あのワンタイム暗号を、えー、使っておりますので、まあ、あの今現在、いろんな商取引でもワンタイム暗号というものは原理的に解けませんので、まあ、それが主流になってございますけれども、す、え、べ、ー、ての処理はワンタイムで暗号化されており、かつサーバーの中では、 鍵をを持たない、一計算で処理を行うというようなことでいろんな重要なデータというものも、まあ、全部サーバーに置くことができるとそういったシステムでございます名前としましてこのプライベートデジタルアイデンティティ認証というような名前ついておりますけれども、まあ、いろんなユーザーの例えば指紋情報顔情報等も暗号化したまま処理を行うことで まあ、あの漏洩しても安心ですし、ワンタイム暗号なので原理的には解けないということで、まあ、自分の1、えー、位な情報はちゃんと自分で守ると、そういった意味で PDI、プライベートデジタルアイデンティティという名前がついてございます。で、どういったシーンで使えるんですかというところであの、先ほども書いてございましたけれども、サーバーにいろんな個人情報を置いているんですけども、ちょっと困ると、あんまり取り扱いたくないんですけどと。 いう時とかあのプライバシーの、えー、非常に高いデータ、まあ、個人のいろんな、まあ、健康のデータであるヘルスデータであるとか非常に機密性の高いデータであるとかそういったものをどうやって利便性が高く利用したらいいかということで、まあ、重要情報社内文書等を全部クラウド化して、えー、クラウドサーバーに置きたい。 また顧客情報等も、えー、セキュリティを保ちながら便利に使いたいと、こういったシーンに、まあ、使えるのではないかと思っております。で、これらの、えー、いろんなシーンに例えば指紋、顔情報を暗号化したまま照合するというのが我々の、えー、手法でございます。で、また複合化の鍵がないため、情報漏えいしても基本的には、まあ、解くことができないと。で、サーバーの情報を丸々、まあ、盗まれたと仮定しましても、えー まあ、そこから複合化する鍵がないということです。で、重要,重要情報でも全てワンタイムで暗号化して、えー、送受信を行うと。で、まああの、中のデータが改ざんされてないかということを検知する機能もございます。ということで、それらの問題を解決していきましょうと、そういうことでございます。で、現在ですね、あの試作のデモ等がありまして、 でこの NEDO の今回の案件でアプリ用の API、サーバー用の API を開発しております。まあ、今、8割以上できていて、あと実装の検証がちょっと残っているような段階ですね。本年度の夏にはもう完璧に動くと思っております。 以前のデモでキーレスチェックインというシステムもございますので、これはいつでもお見せすることができます。これはあの例えばウェブでホテルの予約をすると、そういった時にフロントチェックインをせずともそのままドアの前まで行っていただいてであのチェック予約した時のキャッシュカードで扉が開くというようなシステムのデモです。 であと現在作っておりますのがあの指紋顔認証エントリー、まあ、こういったようなものであるとか、まあ、面白い使い方としましてトレーサビリティシステムも現在作っております現状として今 RFID でトレーサビリティシステムっていうのは運用されておると思いますけれどもでそこにこの認証ベースをで考えてみますと中の改ざん がされてないかとかそういうものも全部チェックすることができると、そういった応用のデモを作っております。で、えー、っと現在できているもので API 等ありますけれども導入方法としましては。えー アプリケーション用 API、こちらもフリーでどんどん公開していこうと思っております。で、サーバー用の API を我々は持っておりますので、まあ、AWS 等のフリーの、えー、フリーじゃない、あの、クラウドのところに入れてもらえれば、まあ、すぐに導入ができると。で、あの、現在あるシステムを特に壊すようなものではなくて、あの、 コンフリクションは起きないような仕様でございますので、まあ、試しに入れてみるというか、ということでもあのぜひやっていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。で、権利関係としましては、サーバー用 API というものが、まあ、あの一応守られているという感じですねで。で、アプリケーションの方は、半権フリーでどんどん開発していただきたいなと、そういうふうに思っております。 で共同研究の形態としましては、API を、まあ、試しに使ってみたいであるとか、何がしかも評価用の施策をしてほしいであるとか、まあ、単に意見交換がされたいとか、そういうのはいろんな要望に応じてこちらでも考えておりますので、まあ、ぜひあのお声がけいただければ、まあ、その辺もご相談させていただけると思います。まあ、あ,のあとはあの 担当の、えー、東京理科大学のアドミニストレーターのこれなり様を通して、えー、窓口として、えー、いろいろご相談を受けたまっておりますと。